第2回ビーチボール大会が町内で開かれ、参加した人たちが和気あいあいとプレーを楽しみました。中央体育館で開かれたビーチボール大会には11チーム、町内の10代から80代までの男女合わせておよそ60人が参加しました。はじめに開会式が行われ、辻本正志教育長が選手たちを激励した後、3つのコートに分かれて競技が行われました。ビーチボール競技は富山県朝日町で誕生したスポーツで、1チーム4人がビーチボールをネット越しに打ち合い、先に9点を取ったチームが勝ちとなります。ボールが柔らかいため怪我の心配もなく、子どもから大人まで手軽に楽しむことができるニュースポーツです。このビーチボール大会は住民の健康保持とスポーツを通じた生きがいづくりを図ろうと、高浜町教育委員会が去年初めて開き、今年が2回目の開催となります。参加したチームは町のスポーツ教室で練習を積んできたということで、コート内を元気に動き回り、和気あいあいとプレーを楽しんでいました。